MHK ニュースです。解説は、ドナルド・トランポリンさんと、私、アナウンサーのひらひらくりきんとんがお送りいたします。韓国の新しい駐日大使に任命されたカン・チャンイル氏は、1月8日、ソウル中央地裁が同日、自称慰安婦たちが、日本政府に損害賠償を求めた訴訟で、原告1人当たりに、1億ウォン約950万円を支払うよう命じる判決を言い渡したことに関して、この判決が持つ意味は非常に大きいと述べ、また、この判決で、韓日関係の正常化が、さらに困難になるかもしれないが、こうした問題まで含め、政治的に解決していく知恵が必要だとの認識を示していましたが、解決する知恵も、解決するつもりもない、口先だけの発言をしていました。それに、この判決が持つ意味は非常に大きいと、意味不明な発言をしていますが、韓国が国際慣習法を無視したということには、一切触れずにいます。このソウル中央地裁の判決に関し、加藤官房長官は、断じて受け入れられないと強く反発し、このような判決が出されたことは、極めて遺憾である。日本政府として、断じて受け入れることはできないと、相変わらずの遺憾法の発射だけでした。こんな弱腰でふぬけな日本政府は、即刻、総辞職をしていただきたいものですね。FNN プライムオンラインは、1月8日付で、自民党が慰安婦判決に猛反発、国家間紛争に発展する可能性と題して記事を掲載。一部を引用してお伝えいたします。韓国の裁判所が、8日、日本政府に、元慰安婦への損害賠償を命じる判決を出したことを受け、自民党内から韓国に対し、国家間紛争に発展する可能性に言及するなどの激しい怒りの声が上がっている。この裁判は、旧日本軍の慰安婦だった韓国人女性12人が、1人当たり1億ウォン、日本円で、約950万円の損害賠償を日本政府に求めていたものだ。日本政府は、主権国家は、外国の裁判で被告にならないという国際慣習法、主権免除を理由に、裁判に参加していない。しかし、ソウル中央地裁は、日本による反人道的な不法行為に対し、主権免除は認められないとして、日本政府に対して、総額12億ウォン、日本円で、約1億4000万円を支払うように命じたのだ。判決が確定すれば、韓国国内の日本政府の資産が差し押さえられる可能性がある。この判決に、自民党内からは、猛反発の声が上がった。自民党の佐藤正久外交部会長は、仮に日本政府の資産を抑えることになれば、旧朝鮮半島出身労働者問題は民間レベルだが、これは国家間紛争に発展する可能性があると、怒りのツイートを投稿。週明け12日の自民党外交部会で、この問題を議論することも明らかにした。また、ある自民党議員は、もはや、思いっきり国際問題に発展した方が結果的にすっきりすると語る。一方で、日本政府の対応については、コロナ禍を受けた国際的な人の往来に関する対応を引き合いに、現政権は本当に弱腰だと批判した。また、ある閣僚経験者は、韓国への対抗策について、ハーグの国際司法裁判所に提訴すべきだと、政府に早急な対応を求めた。一方、政府内でも、今回の判決に、不満の声が上がる。ある政府関係者は、個人は国家を訴えられない。呆れるしかないと語るほか、別の政府関係者は、判決は、国際慣習法に先行するというのはありえない。都合のいいように、判決が変わる国だということだと突き放した。菅首相がリーダーシップを取り、毅然とした姿勢で対抗策を打ち出せるかどうか注目が集まる。政権与党、自民党や日本政府の対応が遅すぎますね。1月8日に、この自称慰安婦賠償判決が下されるのは、前もって分かっていたはずです。それなのに、異常判決が下されてから慌てふためいて、猛反発とは呆れるばかりです。前もって、異常判決が下された場合の対抗措置を準備しておく必要があったと言えるでしょう。それに、日本政府も遺憾法を繰り返すだけです。
これまで幾度となく韓国に対して移管法を発射してきましたが、一切何も解決をした試しがありません。また自民党も猛反発をしたところで韓国が聞き入れるはずもなく、体裁をよく見せようとするだけの猛反発は必要ありません。自民党議員は日本政府に対して対抗措置を即座に講ずるように厳しく詰め寄ることが必要です。そして日本政府は韓国に対して極めて厳しい対抗措置を即座に講じなければなりませんが、きっと弱腰でふぬけな菅政権は対抗措置を取ることはしないのではと思われます。他の先進国ならこんな判決が下されれば強烈な対抗措置を即座に講ずることでしょう。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。この番組をご支援してくださるメンバーも募集しておりますので、ご参加していただけると幸いです。コメントや高評価もぜひお願いいたします。